これ再開になってるってことはもうあと5分くらいやったらいいってこと？これ、ん？あれ？再開だからダンジョンも変わってない。ただいま。中断してる時に妹も自分の名前を書きに来ました。私の部屋に。下手でした。とても。まあでも優しいって字よりアンって字の方がバランス取りにくいっちゃ取りにくいけど通知来ないのよね。あ、確かに再開しだったから通知が皆さんのところに行かない。この画面から消える。あの書いてる時豊富って難しい。豊富豊富というか2024年の NGT48 の木本優奈として頑張りたいことをちょっと書いてみようかな。は3文字って難しいね。
とさ、もう何年も、まあ去年やったけどさ、習字なんてやってなかったわけ。したらさ下敷きがさしょっくちゃになっちゃって、全然下敷きの役割を果たしていない。頑張る。これ違うんだよ。何を頑張るかって、できた。トークを頑張る、これです。バランスが、トークを頑張るみたいな感じ。これは何でかと言いますと、昨年の12月30日に行ったあの特別配信あったじゃないですか。それで最初の一番最初の企画で先輩方と混ざって一番悲しかった話、一番怒った話とかってあったじゃないですか。そのトークがやっぱり下手。でも悲しかったこととしてのインパクトが強かったから票はいただいて、これもらえたけど、下手喋るのは下手だなと思って、やっぱり先輩方のこう笑いをかっさらってオチを持ってきてみたいな、その話の構成がとても上手で身につけなきゃいけない部分だなと。MC、公演の MC とかでもコンパクトに印象深く面白く話さなきゃいけない時とか困っちゃうし、アドリブ苦手だし、マナさんめっちゃ上手でした。その先輩との差が目に見えて自分で分かっちゃったので、今年1年はトーク力を磨きたいなと思います。なんか抱負っていうよりかは目標。そうそう、それでね、こう自分の体感で1分とかさ難しいじゃん。カン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 の前にオチをつけてみた
いなさ、本当にえっと思って後ろで聞いてて感動しました。ショールームではねできてるというか、一人でああいう配信、特別配信とかで話す時よりはできてると思うんだよ。なんか一人のこの配信の方ができる。じゃあちょっと今年の最初の方の配信で後ろの壁に飾っとこうの字を書きたいと思います。ポキ、これをここに、インパクトすごいね、ここにね、乾いてからねカニさんで貼っとこうかな。いいですね。これをじゃあ1月1月中に後ろに貼っとこうじゃないか。書道の才能ある？本当ないですよ。ちょっとだけ習ってただけ。なんでポって書いて語ってあるのって言われそう。そしたらその都度説明しましょう。そしたら KMT が増えるかもしれないよ。私はね、あの筆の方が得意なんです、硬質より。だから皆さんの元に届くメッセージカードとかポストカードとか、なんかあの何だっけ、あれサマーバッグとかのさ、ポストカードとかに書いてある字は下手なんです。けどこういう筆を使った方が得意。書道何級ですか？確か毛筆が特級で硬筆が1級上だった気がします。お、15分経過しました。ということでそろそろ
終わりたいと思うんですが、このポキを、特急の次が初段なんです。乾かない。劇場の外のロビーにトロフィー飾ってた。そうなの、飾っていただいて、あの特別配信の時に写真まで撮っていただいて。じゃあ一回壇上を読みます。さっきの配信の続きで多分壇上の人変わってない、変わってないので、ちょっと写真で確認する。変わってないわ、変わってないのでこのまま読みます。ありがとうございます、皆様来ていただいて。13位タロさん、ありがとうございます。12位マシロさん、ありがとうございます。11位新潟カズさん、ありがとうございます。10位海中伝統マニアさん、ありがとうございます。9位日和ゲタさん、ありがとうございます。8位きっと萌えラインさんさんさん、ありがとうございます。7位トシさん、ありがとうございます。6位カオさん、ありがとうございます。5位音速の貴公子さん、ありがとうございます。4位ひろいちさん、ありがとうございます。3位カジュポンさん、ありがとうございます。2位タカタンさん、ありがとうございます。1位ビールバラさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。といらない紙で配信の時に飾りたいから、いらない紙を重ねて飾って終わる。よし、皆さん気をつけてくださいね、皆様。まだ油断せず、私も気をつけます。はい、ありがとうございました、来ていただいて。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。ごきげんよう、気をつけてね、おやすみ。